今回のマインクラフトは最強の防具インフィニティアーマーをクラフトできます。二人とも壁に埋め込んじゃおう。ボン、殴るとなんと見て動きが止まって動かなくなったんだよね。めちゃめちゃレーザービームを打つことができます。今回の目標もエンドラ討伐、最強の6つの石を防具にはめ込んでスーパーパワーでクリアしていきます。よろしければ最後までご覧ください。それではグッドラック。どうも皆さんこんにちは、ヤギです。今回も自作モッドやっていきます。火事とりあえずボーン。今回はですね、この最強の防具インフィニティアーマーを使ってエンドラ討伐までやっていこうと思うんですけれども、このインフィニティアーマーを作ってこの6つの特殊な石を防具にはめ込むことによって最強の能力を使えるんですよね。とりあえず早速地下に入って鉱石を集めてね、インフィニティアーマーを作っていきたいと思います。とりあえずこいつから肉もらおう。はい、うわやば、めちゃめちゃ地下に入れる場所ある。ここ入っちゃおうかな。今回インフィニティアーマーを作るために必要なのは鉄と金だから、とりあえずそれをね掘りに行こうと思います。石のピッケルと石の斧を作って、石炭を掘って、この鉄を掘って、おスケルトンか。うわ、なんか、ダンスしながら襲ってきた、こいつ。ああ、いつも忘れがちだから、この砂利最初に掘っとこう、これ。あ、オッケー。早速、鉄焼いちゃおっか。インフィニティヘルメット。これを作りたいなと思います。金と鉄のヘルメットと鉄インゴットで作れるっぽいね。鉄のヘルメット作っちゃおっか。とりあえずね、洞窟、深く繋がってる洞窟を探したい。うわぁ!やばクリーパー3匹いる。ちょ、待って、あ、ゾンビいる。ちょっとこいつからね、あるものが取れるんで、今回。これ見て、ああ嘘!オッケー。とりあえず、このゾンビの頭をゲットすることができました。これ、マインドストーンを作るのに必要だから、これ、ゲットできたの、でかいっすね。あとは、金がたくさん手に入ればオッケー。危ねえから、盾作っとこう。盾作っとけば大丈夫みたいなところあるからね。あ、金やった。この金を使ってね、今回クラフトできるんだけど、何個ある？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。オッケー、ナイス。こんぐらいあれば十分かな。金と、節約を。そしてここにラピスラズリも、廃鉱か、ここ。このラピスラズリも今回スペースストーンに使えるから、このラピスラズリ掘っとこう。レッドストーンもある。めちゃめちゃあるじゃん。気をつけながら。うわ、ダイヤモンドじゃん。うっそ、ダイヤモンドある。ちょっと掘っちゃおう。今回めちゃめちゃ運いい。そしたら、インフィニティヘルメットを作りたいんだよね。来た!インフィニティヘルメット。ただのごっついヘルメットなんだけど、これね、頭のところ見て、頭のところ。なんか色違うよね。ここに石をはめ込むことができます。ということでマインドストーン、これが必要なんだけど、石も焼かなきゃいけないのか。これで多分作れるんだよね。金を3つ置いて、ゾンビの頭を置いて、ここに焼いた石を置くと、なんとマインドストーンを作ることができました。これ頭にはめ込むことができます。このインフィニティヘルメットをシフトをしながら右クリックします。なんか黄色い枠ありますよね。ここにマインドストーンをボーンはめ込むと、なんとこれちょっとはめてみようか。ボーン見て、頭の部分にマインドストーンがはめ込まれています。それを使うと、なんとね、見て、宙に浮かぶことができます。完全に宙に浮かんでる。マインドストーンっていうのはなんかね、思考を司るみたいな、言ったらユクシーみたいなやつなんだけど、相手のね心を操ることができるんですよ。一旦ちょっと上上がろっかな、そしたら。ということで皆さん、一旦上に上がってきたんですけれども、ここでちょっとね能力使いたいと思います。おい、いた、羊さん、行くぞ。ポン、見てこれこうやって操れるんだよね、場所を。そして、ポン!なんと、落下させることもできちゃうんですよ。本当に良くないけど、こういうこともできちゃう。ごめんね、羊さん。こう見て、壁に埋め込んで、倒すこともできちゃいます。これがマインドストーンの能力。マインドストーンがあれば、村探しとかも余裕だよね。うわ!待って、あれは?ピリジャーの基地か。この能力使ってピリジャーの基地攻略しちゃおう。これ直接チェストに行けちゃうじゃん。オッケー、村見つけた。今回ね、この村で色々することあるんだけど、あ、ゴーレムちゃん、これ、もしかして、見て、これ、これ、殴れなくない?俺のこと。届かない!ゴーレムが届かない!うわ、こんなことあっていいの?これ。あ、ごめん。次に作りたいのが、ポン、このタイムストーン作りたいんだよね。攻撃して、だからエメラルドをちょっと、もらおっか。1、2、3。オッケー、3つゲット。そしたら金が1個欲しいから、近くの渓谷に入っちゃいたいと思う。うわー、敵めっちゃいるけど、2人とも壁に埋め込んじゃおう。オッケー。金発見。これもう掘っちゃおうか。そしたら時計を作って、エメラルドを3つ置いて、石を置く。そしたらタイムストーンが作れた。オッケー。これをじゃあ何にはめたらいいかっていうことなんだけど、チェストプレートにはめます。来た。インフィニティチェストプレート。インフィニティチェストプレートをシフトしながら右クリック。そしてタイムストーンをバーンはめると、見て、タイムストーンがつきました。右肩に。上に来ました。そしたら、タイムストーンの能力使ってみよう。いくよ。時間が朝になったね。そして、もう一回押せばもちろん、
夜になる時間を操作することができます。まあ、これだけじゃなくて、豚さんでいいかな？豚さんを、ポン！殴るとなんと見て、動きが止まって動かなくなったんだよね。息もしてない感じですよね。で、もう一回殴ればね、もちろんこうやって戻すことができます。タイムストーンで止めて、マインドストーンで持ち上げて、時間が止まってるからこいつは落ちない。動き止まってます。で、もう一回殴ると、バーン。死んじゃう。まあ、こんな感じでタイムストーンを作ることができました。リアリティストーンを作りたいな。そしたら、レッドストーンブロックと、溶岩入りバケツを集めればいい感じだね。とりあえず溶岩はあそこにあるから、あれ取っちゃおっか。宙浮かんでるからね。こんな感じで、溶岩ゲットすることができました。もうちょいレッドストーンが必要だから、地下に潜ります。掘っちゃおう。足りるね、これで。インフィニティブーツを作ります。ここにリアリティストーンを入れるんだよね。こんな感じで、レッドストーンブロックを作って、はい、リアリティストーンを作ることができました。ブーツを右クリック、リアリティストーンをポン！はめます。つけよう。見て、ブーツに石がついてますね。ちょっとアップしにくいな、これ。オッケー、上に上がりました。そしたら、ちょっとね、夜に一旦しようかな。はい、夜になりました。クリーパーの近くに行って、なんか、周りに赤い枠ついてるよね。これをつけてると、なんと、攻撃してきた相手が、中立モブに変わります。ポンポンこんな感じで、ランダムな中立モブに変わります。まあ、ダメージちょっと食らっちゃうから、そこがちょっと弱いけど。うわー、嘘！いや、これ楽しいな。これもちょっと何回でもやっちゃう。もうこいつはこいつ、ここにもう飾ろっか。こういうモブとして存在させよう。そしたらね、リアリティ層のもう一個の能力使いたいと思います。いくよ。ボーン！なんと、周りのブロックが全部鉱石ブロックに変わります。これは、もう何回でも使える。現実を改変する能力だから、木の幹も、見て、これ。木の幹もランダムに鉱石になってる。これで鉱石に困ることはないね。よいしょ。そしたらダイヤモンドのピッケルとダイヤの斧を作っちゃおう。そしたら次作りたいのが、これはラピスラズリブロックとポータルが必要。これなんだこれ。ちょっと待って待って待って。お前。はい、とこは。このポータルっていうのをどうやってゲットするか、今からね、お教えしたいと思います。まずは、これで黒曜石をね、たくさん集めたいなと思います。エンダーマンいる。エンダーマンも倒せるかな？バーン殴って動きを止めて、お前は一回止まっとけ。よいしょ。はい、よっしゃ、やっと倒したのに、エンダーパール出ないんかーい。水を撒いて、安全にしてから、お、なになになに？待って、びっくりした。エンダーマン来た。はい。よし。これで多分ネザーゲートが完成するんだけど、このネザーゲートからこのバケツでね、このポータルを見て取れますそしたらこのラピスラズリブロックとポータル、この石を置くとスペースストーンを作ることができました。この青くてかっこいいスペースストーンをリアリティストーンをはめたブーツに、これスペースストーンも置けるので、ポン置くと見て、足にスペースストーンもハマっています。このスペースストーンは時空を司る能力を持っているんですよね。ということで使ってみましょう。ポン。見て。こんな感じでテレポートできる。無限にテレポートすることができます。敵の攻撃をプッププって避けられるんだけど。まあ、じゃあ一回夜にしてちょっと見てみようか。待って、うわっ！あー当たった！ちょっと待って待って。もう一回もう一回。おい、避けた！今避けましたね。こんな感じで避けれる。めちゃめちゃ、いって、避けるの結構むずいっすね、これ。じゃあお前ら二人は。これ黙ってもらって、お前はちょっと上に上がってもらって一旦。よし、成敗。そして、もう一つ能力があります。めちゃめちゃ矢刺さっちゃってるけど。いくよ。ボン。なんか、出たね。そして、なんと、ネザーに行くことができます。うお、なんかネザー要塞の場所来た。これネザー要塞行っちゃうか、これ。あっち行こう、あっち。あったブレイズスポーナー、ここで、うわ、ちょっと待って、これやばいな。こんなにいい装備着てても危ない、ここは。一旦逃げよう。時間止めます。オッケー。うわ、めっちゃいる。お前ら全員時間止めて、ちょっと、そのチェスト気になるな。やばい、スケルトもう一人来た。お前は、このリアリティストーンの効果で、止めよう一旦動きを。金見つけられた、オッケー。そういえば、こいつ、納穀溶石くれたよね。なんか、ソウルサンドかな、これ。ソウルサンドゲットした。これは持って帰ろう。いやー、意外と出ないな、納穀溶石。もちろんね、ネザーに来れるってことは、もう一回使えば、エンドにも行けます。はい、ちょっとまだ早い。まだ早いけど、一応エンドにも行くことができます。じゃあ、戻ろっか。地上の世界にももちろん戻ってこれます。このソウルストーンがね、ソウルサンドとビレジャートーテムが必要なんだけど、このビレジャートーテムは、村人を倒すことでゲットすることができます。寝ているところ申し訳ない。お前ら二人ともちょっと、魂が必要なんだ。ごめん。マジで。あー、ありがとう。これだね。村人の魂をゲットすることができました。これと、ソウルサンド、石を置くと、ソウルストーンをゲットすることができます。リアリティストーンで鉱石に変えて、少し金が欲しい。おっと危ない。おー、やってるな、お前。反省しなさい。
よいしょ。よし、これでインフィニティレギンスを作ることができました。このインフィニティレギンス、普通に入ったらまあ何もついてないんだけど、右クリック、ソウルストーンをボン置くと、足に2つソウルストーンがつきました。こいつの能力は、ウッサンをじゃあちょっと倒したいと思います。いくぞ、ボン、見て。周りにいる魂、そう、モブの形、すべて透き通って見ることができます。だからこう見れば、地下に、どこに敵がいるかとかも全部把握することで、てかゾンビをあそこ。最後にパワーストーンを作りたいんだけど、パワーストーンはちょっと荒廃したネザーポータルないとダメだから、ちょっと荒廃したネザーポータルを探そう。ある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 。ここに発見しました。あ、泣く黒曜石もある。パワーストーン、あ、作れますね。パワーストーンを作ることができました。この紫のパワーストーンを左肩にはめ込みたいと思います。シフト右クリック。そしてパワーストーンを入れる。と、見て。左肩にパワーストーンをつけることができました。これで完成しました。この敵に向かって、ブーン!なんと爆発させることができます。もちろんクリーパーも、待って、その草が邪魔だわ。もちろんこのクリーパー、ボーン!爆発させられる。スケルトンがいますね。俺とちょっと遠距離戦したそうなんでちょっとやってあげましょうか。いきます。見てこれ。なんと、こんな感じで、めちゃめちゃレーザービームを撃つことができます。おいしょ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 。めちゃめちゃ強い。え、なんか刺さっちゃいけないところに突き刺さってるかもしんないけど、インフィニティアーマーを着てるので大丈夫でしょう。こんだけ装備揃ったら多分エンドラ倒せると思うんで、行きたいと思います。これだ。ドン。ネザー行って、ボン。もう一回、次元を移動して、エンドに来れました。そしたら瞬間移動を使って、めちゃめちゃ近くに行くよ。はい、めちゃめちゃ近くに来ました。そしたらこのエンドクリスタルを、レーザービームで全部破壊していこう、これ。おら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 。これが最後の1個。はい。はい。はい。よっしゃ、時間を止めれた。一番暗い場所どこだ?これめちゃめちゃ食らってるけど、全然体力減ってないな、これ。まあだけど大丈夫です。皆さん、このエンダードラゴンをもう一発殴って時間を進めてあげると、今までね、蓄積していたダメージがこのように入ります。これをちょっと使って、このエンダードラゴンちょっと今回討伐していこう。こいつを右クリックでも爆発させることができるから、これ頭の部分をね、めちゃめちゃ爆発させていきたいと思います。もう動き出していいよ。おい!うわ、めっちゃ削れたけど、まだ足りないか。降り始めるのか、これ。よっしゃ。動き止めた。次はなんか尻尾がブルブルしてるんだけど。え?あ、倒しちゃったっぽいな、これ。時間を止めながら倒しちゃった。これ、ちょっと、うわ。悲しいな、なんか。ということで、今回はね、エンダードラゴンを時間の鬼に閉じ込められたということで、まあ、クリアということでいいんじゃないでしょうか。それでは、皆さん、ね、今回の動画面白かったという方は、皆さん、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。それでは、また次回もお楽しみに。ということで、グッドラック!